皆さんこんにちは、ゆうチャンネルです。今回はまたまた荷物が届いたのでこちらを開封したいと思います。こちらの荷物はですね、ラブライブカレンダー2015ということで、2015年度版のラブライブのカレンダーになります。アニメショップとかでも予約をしてたらしいんですが、アニメイトで予約をしていなかったので、今回はアマゾンで購入しました。値段は税込みで2160円になります。さっきチェックしたらまだ定価で売っていましたね。よかったらチェックしてみてください。本日撮っているのが2014年の11月27日ということで、注文したのが11月初めですかねぐらいに、頼んで、今日届いたということは今日が発売日なんですかね。とにかく長細いですね。どのくらいのサイズのカレンダーが入っているんでしょうか。はい、ではこちらもう開けれますので開けてみましょう。いきますよ、せーの。お、あ、こんな感じなんだ。開けちゃいましょう。はい、開けるとこんな感じで、これはどういう梱包なんですかね。こうカレンダーが端っこにあって、まあ、紙があると、まあ、こうコロコロ動かないようにですかね。紙が、まあ、申し訳程度に入ってます。はい、ではカレンダーを取り出して、段ボールはいらないです。はい、こちらがラブライブの2015年度のカレンダーになります。こんな感じで丸まってるんですね。なるほど、あ、結構大きいかもしれないですね。では、飾る気で今回は買ったのでもう保管しません。今回は使います。開けちゃいたいと思います。今まで僕はカレンダーっていうと Mac で発売されていたポケモンの安いカレンダーを使っていたんですが、今年から妖怪ウォッチになってしまったんですよね。まあいいんですが、僕はねやっぱそれはポケモンの方が良かったので、何かカレンダーないかなということで、ラブライブを発見しまして、ゲットしました。おお、いいですね。前のスクフェスのタイトル画面これでしたよね。おお、あんまりね、あの見せちゃうとあれなので中身を、チェックさせていただきたいと思います。おお、いいですね。何月から始まってんだろう。ああ、始まってるのは2015ということで2015年の1月からですね。あー、いいですね。いいですね。はい、じゃあ例としてね、3月はこんな感じで、3月といえば海ちゃんが誕生日なので海ちゃんが大きく出ているんでしょうか。ミュージックスタートの衣装ですかね。何の衣装でしたっけ。で、ここ見えますかね。ここ3月15日のところに園田海誕生日って書いてあるんですよ。ということはメンバー9人の誕生日ごとに書いてあるはずですね。あー、マッキー誕生日でも書いてありますね。さすが、さすがですね。いいですね。で、7月8月は夏らしいイラスト、結構見たことあるイラストが基本ですね。いいですね。12月まで入っています。いいですね。これは1ヶ月ごとに楽しめますね。大きさもそこそこな大きさがあるので、これは見応えがあるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はラブライブカレンダー2015を紹介しました。もうこうやって開封したので早速壁にかけて使いたいと思います。でですね、これ結構大きさもありますし、価格も2000円程度ということで普通のカレンダーの値段ですね。結構いいと思います。よかったら皆さんも Amazon とかでチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。